学長じゃない方の寮です。今日もお金と時間を発掘していきましょう。今日のテーマは積立NISAの次はこれ一択という内容でやっていきます。ちなみに私は途中まで半沢直樹みたいなキャリアの人間なんですけれども、気になる方は覗いてみてください。積立NISAやっている人多いですよね。このチャンネルの視聴者の人のほとんどの人が積立NISAをやっているはずです。そんな積立NISAをやっている人が次の一歩としてこれをやるべきというものを紹介していきますので、積立NISAの非課税枠分だけとりあえずやっているとか、もう少し投資をする余力はあるけど、NISA以外は特に何もできていないという人は、投資レベルをもう一段上げるためにも、ぜひ最後まで見て持って帰っていってください。では早速行きましょう。積立NISAの次の一手とは、国内と海外はどっちがいいのか、いいとこ取りをする方法、この3つでやっていきます。まず積立NISAの次の一手とはですが、早速結論です。積立NISAの次の一手とは、ETF です。上場投資信託と言われるやつですね。この ETF については過去の動画でも何度か解説しているのですが、今回はその ETF を国内で取引するのがいいのか、それとも海外で取引するのがいいのかというポイントの部分を中心に解説をしていきます。その解説の前に、そもそも ETF とは何かについておさらいをしておくと、 ETF とはエクスチェンジトレーデッドファンドの略で、エクスチェンジトレーデッドファンドなので、言葉の通り証券取引所で取引される投資信託ということですね。つまり ETF とは、この動画を見ている多くの人が積立NISAで購入をしている投資信託と大元は全く同じ金融商品です。投資信託と ETF の違いは一つだけです。証券取引所で取引されているかどうか、つまり上場しているかしないか、これだけの違いです。投資信託と ETF、 上場投資信託なので、投資信託は上場していない投資信託、 ETF は上場している投資信託ということになります。これだけしか違いはないんですね。なので ETF を一言で言うと、投資信託を上場株式のように自由に売買できる金融商品ということになります。なので積立NISAなどで投資信託の取引がある人にとって、 ETF とはそもそもとても馴染みやすい金融商品なんですね。なので正直、日本で ETF がメジャーになっていないのは実はおかしな話なんですね。それぐらい積立NISAの次の一手として、取り組みやすくて馴染みのある ETF について、ここから国内と海外の比較をしながら、どちらがより積立NISAの次の一歩としておすすめなのかについて、ここから解説していきます。では次、国内と海外はどっちがいいのかですが、早速結論です。積立NISAの次の一手としておすすめするのは国内の ETF です。 ETF について検索をすると、米国 ETF など海外の ETF について語られている情報の方が多いので、一般的にメジャーな ETF は国内ではなく海外の ETF です。じゃあ国内 ETF じゃなくて海外 ETF でしょうと感じさせてしまったかもしれませんが、なぜ海外の ETF ではなく国内 ETF が積立NISAの次の一手としておすすめなのか、その理由について、国内 ETF と海外 ETF を比較しながら解説をしていきます。比較していくべきポイントは主に5つあって、1つは時差、2つ目は取引通貨、3つ目はランニングコスト、4つ目は税金のコスト、5つ目は市場規模です。1つ目の時差というのは、これは言うまでもありませんが、国内の ETF は日本時間での取引なので時差はありませんが、海外の ETF を取引する場合はどうしても海外の証券取引所にアクセスをして購入をするわけなので、時差の問題が必ず発生します。例えば米国の証券取引所で言えば、日本との時差はほぼ真逆なので、米国市場でリアルタイムの値動きをチェックしようとすると日本の真夜中に起きていなければいけません。もちろん注文を入れておいてほったらかしにしておくこともできますが、この時間のズレはどうしても発生してしまいますよね。そして2つ目の取引通貨ですが、国内の ETF であれば取引は日本円での取引です。その一方で海外の ETF であれば、その国の現地通貨での決済が必要になりますので、日本円から外貨への交換が必要です。その通貨の交換に伴う為替手数料もかかりますし、為替リスクを抱えることにもなりますよね。そして3つ目のランニングコストですが、これは海外の ETF と米国の ETF のランニングコストを比較すると、海外 ETF の方が若干コストは安いので、コスト面を見ると海外 ETF の方が魅力的
的であるケースが多いですね。そして4つ目の税金のコストですが、これは ETF の配当金に発生する税金は配当利子所得にかかる税金約 20% が一律で発生しますが、海外 ETF については現地の外国税がさらに発生するのでコストが増えます。ちなみにメジャーである米国であれば外国所得税額が 10% 発生します。ただこの外国税は控除を受けて一部取り戻すことはできるのですが、完全に取り戻すことはできませんし、国内 ETF で海外に投資をしておけば控除を受けるための手間を省くことができるのが国内 ETF の魅力の一つであったりもします。そして最後5つ目の市場規模というのは、 ETF の市場は約650兆円あるのですが、その中で日本の ETF 市場が占める割合は約 7% しかありません。それに対してアメリカは10倍の 70% もあります。なのでこの市場規模で見れば海外というかアメリカが圧倒的な規模ということになります。いや規模なんてそんなに関係ないでしょと思うかもしれませんが、この市場規模は結構大事です。その理由は2つあって、1つは流動性の重要性です。市場規模が大きい分、取引をしている人の人数もお金も多いので自由に売買しやすいです。流動性が低いと価格変動が大きい時に自分が買いたい値段で買えなかったり、自分が売りたい値段で売れなかったりして利益が期待できる水準より目減りしてしまったり、損失が予想以上に大きくなってしまったりもするので、流動性があるのかという観点はものすごく重要なんですね。そしてもう一つが価格の上がりやすさですが、これはお金は集まっているところに集まりやすいので、市場規模が大きい分よりお金も集まりやすい傾向にあります。まあもちろんお金が集まりやすいからといってね、必ず上がっていくわけではもちろんないんですけどね。なのでここまでの5つを整理すると、時差の観点では国内 ETF の方が良くて、通貨の観点でも国内 ETF の方が良くて、コストの面では海外 ETF の方が優位性があって、税金の手間なんかでは国内 ETF の方が便利です。そして市場規模を見るとこれは海外規模の方が有利ということですね。そうするとこの表を見ると、そんなにむちゃむちゃ国内 ETF ゴリ押しというわけでもないですよね。なので国内 ETF がものすごくいいというわけじゃないんですね。じゃあなんで国内 ETF なのよというところなのですが、積み立て NISA をやっている人、積み立て NISA でとどまっている人の一番のネックは投資に対する心理的なハードルです。この心理的ハードルが手間やデメリットを見て、これぐらいなら別にやらなくてもいった、とりあえず積み立て NISA だけでいいよねとなるわけですね。それがもちろん悪いわけでは全くないのですが、あなたが今後一生使っていくことになる投資家としてのスキルを高めていきたいのなら、積み立て NISA の次のレベルに上げていくべきです。そしてそのレベルを上げていくために、今のあなたが持つ投資に対する心理的なハードルを飛び越えていく必要が必ずあるということです。そしてその心理的ハードルを乗り越え覚えやすくするために、国内 ETF から取り組んだ方が始めやすい人が多いということなんですね。では最後に、ここまで解説した取り組むべき国内 ETF を使ったいいとこ取りをする具体的方法について解説していきます。その解説の前に2つお知らせです。 YouTube の短い動画では話しきれないお金についての限定動画を LINE の登録で無料プレゼント中ですので、もっとマネーリテラシーを高くしたい、将来お金に困りたくないという気持ちがある人は概要欄から覗いてみてください。もう一つはお金に強くなれる情報を定期的に発信していますので、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。では最後、いいとこ取りをする方法ですが、これも早速結論です。ここまで解説している通り、積み立て NISA の次の一歩は国内 ETF であり、そのいいとこ取りをする方法とは国内 ETF で強いアメリカを買うことです。もちろんこれが絶対ということではないのですが、やはり投資の世界での圧倒的ナンバーワンは外すことはできませんよね。ですが積み立て NISA だけをしている人は、やはり投資に対しての心理的ハードルもあるので、今の積み立て NISA と変化が少ない方が取っかかりやすいです。なのでその変化が少ない方で言うと、国内 ETF の方に軍配が上がるわけですね。そうするとこの国内 ETF が負けている部分をカバーしていけばいいということになるので、そのうちの一つであるこの市場規模の部分を、投資対象をアメリカのものを選んで
でいくことによって市場規模のデメリット分をカバーしていくわけです。こうなるとコスト部分のみ若干ね負けてはしまうんですが、これでかなりいいとこ取りができるようになります。そしてメジャーな米国の指数に連動する ETF は国内にちゃんとあるんですね。ニューヨークダウも S&P500 もナスダックも、この3つの超メジャーな株式指数に連動する ETF が国内にもちゃんとあります。そしてこの各指数に連動する国内 ETF は複数あるのですが、コストを一番安いものを選ぶのが安牌ですね。それにプラスアルファしてファンドの規模である時価総額や流動性を示す出来高を確認すればなお良いですが、コストが安いファンドはその分人気があるので、それなりの時価総額も流動性もあるケースがかなり多いので、一番に気にすべきはコストである信託報酬になるということですね。まあなのでこれはインデックス投資である投資信託と何も変わりありません。このとっつきやすさが国内 ETF の魅力なんですね。なので海外の ETF にまだ手が出せていない人や、国内 ETF と海外 ETF で迷っている人なんかは、お手軽な国内 ETF から始めてみるので第一歩としては十分ですね。いや国内 ETF がとっつきやすいのは分かったけど、それだったら別に投資信託を買い増しておけばよくないと思った人結構いますよね。それはおっしゃる通りです。投資信託の代わりとして ETF を行う、これにはあまり実は意味はありません。そうではなくて ETF を始めるのは投資信託のみで行う幅の狭い投資戦略から脱却するための準備としての役割があります。どういうことかというと、 ETF は上場投資信託なので上場株と同じタイムリーな取引をしていきます。このやり方や注文方法に慣れてくると投資戦略の幅が広がってくるんですね。この動画では長くなるので解説はしませんが、ちなみにその投資戦略の広がりについて解説している動画は概要欄にリンクを載せておくので、気になる方は覗いてみてください。なので投資信託という選択のみでいいという人は無理に ETF に手を出す必要はありません。逆に投資信託だけでなく投資レベルを高めて投資戦略の幅を広げていきたい人は、とっつきやすい国内 ETF から始めて海外 ETF 個別株と組み合わせていくことで、いろんな投資戦略を実行できるようになっていくということなんですね。なのでこの一生使っていく投資スキルを少しずつ高めていきたいという人は、少額でもいいので国内 ETF から始めて積立 NISA からの次の第一歩を踏み出して、一生ものの投資スキルを高めてうまく資産形成できるようになっていきましょう。では最後に大事な知識やより記憶に定着するようにおさらいしていきます。積立 NISA の次はこれ一択という内容でやってきました。積立 NISA だけで投資している人が次に手を出すべき投資とは国内 ETF です。その理由はすでに経験している投資信託との共通項が多くて、心理的なハードルが少なく始めやすいことです。そしてさらに取っかかりやすくするためのいいとこ取りをする方法とは、国内 ETF で強いアメリカを買うことです。これによって市場規模のところで目を取りする部分をこのようにカバーすることができます。これによって心理的なハードルはほとんど取り除くことができます。そしてこの ETF を始めることによって上場株と同じ投資のやり方、注文方法に慣れていくことによって、あなたの投資レベルを高めていくこと、これが積み立て NISA からのさらなる第一歩を踏み出す本当の理由です。なので一生ものの投資スキルを手に入れて効率よく資産形成できるようになりたいけど、積み立て NISA からの次の一歩がなかなか踏み出せないという人は、まず国内 ETF から始めていきましょう。最後まで見てくれてありがとうございます。もしこの動画を見て少しでも役に立ったと思ってくれた方は、高評価、コメントをしてもらえると嬉しいです。では次回の動画でさらにお金と時間から自由な世界に近づいていきましょう。